見てこんなにいっぱいバービーかわいい。日本の皆さんこんにちは、アズバービー日本語チャンネルです。今日はですね、以前に、お見せしたバービーのウォールペーパー、壁紙のサンプル以前お見せしてたんですけれども、それの本物がね届いたんです。これね、この間見せてたサンプルのボックス覚えてらっしゃいますかね。もうサンプルだけでもめちゃめちゃ可愛くって、もうこれだけでもフレームに入れたいって方も続出だったんですけど、このいただいた中やあとはオンラインの写真を参考にして、私の欲しいアイテム選んで、でサイズ測ってオーダーしました。でそれが届いたので今日は早速お見せしたいと思います。で、小さいエリアからねちょっとずつ練習して貼っていこうかなって思ってます。いつも DIY やってるけどね、壁紙貼ったことは今までないですね、見てこんな大きい箱に届いて、こうやってビデオで見ると小さく見えるけどすっごい重たいの、これこんなたくさんいやどんだけお前注文したんだって感じですよね。結構大きなエリアも貼るつもりなんでたくさん届きました。でこれ私の一番お気に入りの柄ですね。ナンバーワンバービーがちょっとシュールなポージングしてるやつで、で、ベースが薄ピンクなんですけど、かなり上品な可愛い綺麗なピンクで、こうやってバービーのラベルにくるまれて一個一個個包装されて、もうほんとカスタムって感じで届きますね。いやこれはちょっとテンション上がります。でなのでこの柄が一番多く入ってるんですね。ほぼこの柄が届きましたね。でこれただこの今ビデオの中で見てるのだとちょっと色味がね違って見えるけど、本当はねもうちょっと明るい色かな、であと 80s のロゴ と、ファッショニスタのシルエット、その3種類ですね。種類的には3種類なんですけど、あのナンバーワンにたくさん貼りたいんであれをたくさんお出ししました。でちなみに今ウェブサイト行くとウォールショップさんでバービーの壁紙250種類以上あるんですよ。すごくないですか、250種類以上ちょっと選ぶの本当に時間かかると思います。大変だと思います、迷うと思います。でもあの日本へもね発送してるんで、本当気になる方はねぜひお出してみていただきたいですね。でお値段はね決してお安くはないんですけど、あの壁に貼るのとかで大きいサイズ頼むとまあまあ結構数万円単位はなるかと思うんですが、これはねちょっと価値あると思います。あの可愛いだけじゃなくって品質とってもいいです。あのまず貼って剥がせるっていうのがリムーバボーなんですね。貼って剥がせるから日本のお家とかでもちょっとこう DIY しづらい、ちょっとこう敷き高いって方とかでもねできると思う。ほらこれね貼って剥がせるタイプので、手触りがすごくスムースでこうテカテカしてない感じ、セミマットな感じかな。これ貼るのもこう空気入ったりとか、こうまだ定まってないのにくっついちゃったとかねなったら嫌だけど、貼って剥がせるタイプだから、貼り直しがね何回でも効くっていうので簡単そうですね。これ貼るのもちょっと早速やってみます。で私はまず小さいエリア、ここのキッチンキャビネットの扉一つこれ貼りたいなと思いました。もううちのキッチンすでに手前味噌ですが可愛いと思うんですけど、まあ、これだとピンクはピンクで可愛いんだけど、やっぱもっとねバービーな感じに、さらにねちょっともうちょっとぶっ飛んだ感じにしたいなと思ったんで、これちょうどいいんじゃないと思って貼ることにしました。でやっぱり私のお部屋はまあたくさん DIY してカスタムしててバービー部屋にはなってるんだけど、こういうオフィシャルなライセンスのバービーの商品でデコれるっていうのってすごく大事だなって、大きいなと思うんですね。だからやっぱこういうのはね使いたいよね、貼りますよでまず測って、もう一回測って、でまあちょい大きめぐらいで切りますね。これ適当でしょ、こんなガタガタの上のとかで適当に測って、あの全然ちゃんと定規とかで私は別に線引いてないですね、これやった時ね。っていうのがどうせ最後カッターでトリミング
すると思ってたんで、うん、この時点では別に多少曲がってようが気にしない、うん、やっぱそのぐらいのね適当さがなければ DIY できないと思いますね。私いつも言うけど、うん、あんまりに完璧主義だと、まあ完璧主義で実際にその完璧な仕上がりできる人は全然いいんですよ、もちろんね。それに越したことはないんですけど私ぐらいのスキルしかなければね、うん、適当じゃなきゃやってられない。これが本当にね、可愛い。これ色味がね、ちょっと動画の中だとちゃんとした色で見せてあげれないのが残念なんですけど、プラス私があのスポットライトを増やしたんで、ちょっとライティングが微妙でしょ。すいませんね。なんかだいぶ青横のピンクが青みがかって見えて、ちょっとギャップがすごいけど。で、こう足位置を決めて、ちょっとずつ張っていきます。で、一応空気がね、こう抜けやすくするために、なんていうの、こういうスクレーパーでちょっとずつこうやってね、こういうの楽しいよねで、これがもし万が一曲がってたら、ちょっと剥がしてもう一回貼り直せば大丈夫、うん、もうすでに可愛い。この距離だと、まあこのね、薄い淡い写りだとバービーってわかんないですけど、実際だったら結構離れててもバービーってわかりますね、うん、で、空気取って、これね、空気たくさん最初入ってたのに、空気抜くの結構あのそんなにほどかん、あの何、大変じゃなかったです。ひどいとこはこうやってね、ちょっとだけ剥がして貼り直してあげて、こんな感じ。で、端をカッターでピーッと切るだけ。ほら、綺麗になった。こっちもサイドも切って、これ整えるとね、ほら気持ちいいでしょ、これピーって完璧でしょ、かわいすぎる。いや、これは本当やってよかったですね。あの壁紙、やっぱりポスターとかシールじゃなくて壁紙っていうのがちょっとね、オフィシャル感というかプロっぽさが若干出ます。うん、いや本当これ貼って大満足。ちょっと他の男のスポットにもこのバービー今後増やしていきたいですね、うん、これ水着はね黒と白なんだけども、でもまあベースがすごい綺麗なブラッシュピンク、ミレニアルピンクだね。これ本当動画で見てるとね、なんかちょっと黄色っぽく見てるけど色全然違うかも、うん、もっと綺麗なミレニアルピンク、かわいい。あ、このバービー本当最高だな。シュールでいいですよね。で、今後ちょっとずつ、壁紙制覇していきます。いろんなところの DIY に考えてるんで、次回以降もお楽しみにしてください。最後までご覧いただきありがとうございました。ピンクタスティックでバービーな一日を今日もお過ごしください。アサバービー日本語チャンネルでした。